人のために明かりを灯せば、自分の前も明るくなります。人のためにしたことは、自分に返ってくるということです。殺されないだけよかった。ユニセフのチャーターしたバスが、ボスニア・ヘルツェゴビナの街を通る。立ちはだかった警察にバスを止められ、わけもなく怒鳴られること3時間。代わりに用意されたとても小さなバスに詰め込まれ、乗っていたバスは警察に略奪されてしまいます。それでも命があっただけよかったのです。行方不明になっても何らおかしくありませんでした。ユニセフ親善大使、黒柳徹子。地雷の埋まる土地や内戦のある危険な国へ、1984年から毎年のように訪問を続けています。彼女の慈善活動がこれほどまでに過酷なものだと、一体どれだけの人が知っているでしょうか。それらは形だけではない、心からの強い思いがなければ、決してなせることではないでしょう。今日はそんな彼女から、かくも自然にあふれ出る、深い深い愛情のそのルーツをたどっていきましょう。幼い頃の黒柳はたった5歳にして結核性股関節炎という足の病気にかかります。医者からは将来松葉杖をつくことになるだろうと言われ、彼女はそれを覚悟していました。ところが病気は運よく完治して、退院後は元気に歩き回れるようになりました。ある日、道を歩いていると、向こうから赤い松葉杖をついた女の子が歩いてきます。彼女は黒柳が入院していた時、隣の病室にいた子でした。2人はちょうど同じぐらいの年で、そして同じ足の病気を持っていました。自分だけが治ってしまった。いたたまれず、とっさに身を隠します。私の治った足をあの子に見せたら、きっと悲しんでしまうわ。赤い松葉杖の少女を街で見かけるたびに隠れていると、ある時父親がこう言いました。そんなにかわいそうだと思うなら、隠れてないで、行ってお話ししてあげなさい。しかしそんな勇気はなかなか出ず、そのうち空襲が激しくなると、ついに声をかけられないまま、二人は離れ離れになってしまいます。あの時、声をかけていたら、そのことがずっと残ったまま、彼女は父の言葉を心の中で繰り返します。後に黒柳はこのような発言をしています。辛い時優しくしてもらったら、それは忘れない。人の辛さがわかることも優しさだと思います。後悔することのないように、今自分にできる優しさの限りを。この経験はやがて彼女の心からの優しさによる献身的な行動の数々へとつながっていくのです。黒柳はさまざまな社会貢献、福祉活動を行ってきました。彼女はまず戦後最大のベストセラー「窓際のトットちゃん」の印税で社会福祉法人トット基金を設立します。その後、アジア人で初めてユニセフから親善大使に任命されると、今度は個人で募金活動を行い、これまで集まったお金は1円も残さず、ユニセフの本部へ送り続けています。ここでは紹介しきれないほどのたくさんの活動は国内外で認められ、日本政府からはクンさんと随宝賞を授与されるなど、数々の賞・称号を受けました。これらの輝かしい活躍に至るまで、一体何が彼女を突き動かしているのでしょう。その根底には、幼い頃の環境で育まれた一つの考え方がありました。彼女が子供の頃に通っていた巴学園では、身体障害のある生徒が多く通っていました。校長先生は、そんな彼らを助けてあげなさいとは言わず、みんなで一緒にやりなさいと言いました。みんなで考えて、お互いに助け合う。その考え方に自然と基づいているから、ボランティアでしているなどということは一度も考えたことがないのだと彼女は言います。いつでもやるんだったら一緒にやるのがいい。耳が聞こえずに劇場に行けない人がいれば、手話の舞台を作ればみんなが楽しめる。だから日本で初めてろう者劇団を作った。世界中で飢えに苦しむ人がいれば、彼らが満たされることでいろいろなことを自由にやったり考えたりできるようになる。だからユニセフの活動をするのだと。黒柳にはユニセフの活動で目にしてきた、決して忘れることのないたくさんの場面があります。インドの病室で死期の迫る少年が横たわっている。彼の病気は破傷風。予防接種一本で治るのに、インドには多くの患者がいる。体が硬直し、まともに話すこともできないその少年は、黒柳をじっと見つめ、そして喉の奥を振り絞るように叫んだ。あなたのお幸せを祈っています。死に際に苦しいと訴えることもなく、何かを恨むこともなく、子供は大人を信頼して何も言わずに死んでいく。ネパールの少女。毎朝5時から川の中に胸まで浸かり、45キロにもなる重たい泥を背負って運び歩く。お金は1回、たったの7円。彼女の夢はきれいな洋服を作る仕事に就くことだった。黒柳は彼女に言う。それなら勉強してミシンの練習もしてできるようになりなさい。いつか私のお洋服も作ってちょうだいね。7年後のネパール訪問。再会した彼女はすっかりミシンが上達していた。そして約束の通り、黒柳に洋服を作って待っていた。人生であんな風に私のことを思って助言してくれた人は他にいなかった。ありがとう。黒柳はこのような子供たちがいる限り、この活動を続けるのだと話します。彼女はユニセフの活動を通して、どんなに絶望的な状況でも希望を忘れない子供たちの純粋さ、生きる力を目の当たりにしました。そして同時に、大人が子どもたちの人生に与える影響がいかに大きいものなのかを実感します。後に彼女はこのように語っています。子どもの幸せを考えるとき、私は与えることよりも奪わないことだと思うのです。何かを与えることは簡単にできる。でも与えると同時に何かを奪い取っているような気がするのです。できることなら一人でも二人でも子供たちが希望を持って生きられるようにしてあげられたらいいなって思っています。私が行くことで、辛い中にいる子供たちが何か面白そうな人が来たと思って少しでも心が和んでくれればいい。私が子供たちを抱いて少しでも穏やかな気持ちになってくれればいい。そしてそのことを皆さんに伝えて、皆さんが関心を持ってくれればいいと思います。幼い頃の体験をずっと心に留めて、これまでもそして今もなお、国境を越え世界中の人々にできうる限りの幸せを届けようとひたむきに行動する、そんな美しい女性、黒柳徹子。いつ見ても変わらない爛漫なその笑顔は、私たちの心に明るい光を灯します。今までも、そしてこれからも。最後に、彼女の揺らぐことのない精神が現れたまっすぐな言葉を贈ります。人間というのは、いつも志を高く持って生きていかなければいけないんだなということが、だんだん分かってきたように思います。とにかく自分が何ができるのかを考えて、それで生きていけばいいと